こんにちは。おいしいものが食べてよしだよ。一人暮らしを始めてよ、なんか作ってみよう思った時に、これ一回やってみてちょう。ほんなら、いこめやか。このチャンネルでは、美味しい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をして、これからもご覧いただけると嬉しいです。はい。めちゃめちゃ簡単に作っていくよ。これね、シャンタンデラックスは、電子レンジでね、ちょっと温めてあります。冷たいとね、硬くて混ざらないので。はい、そして、卵ですよね。あ、殻入っちゃった。いつも言ってるんですけどね、卵って平らなところで割るとね、今みたいに殻が大きく崩れるので、もし殻が入っちゃってもね、手で簡単に取り出しやすいんですね。角でこういうところの角でやるとね、細かく割れちゃうので、なかなかね、取り出すのが難しくなるんですね。どうでもいいってか。はい、じゃあね、これね、卵を入れたらよく混ぜていくよ。でね、味の素2振りぐらいかな。でね、ここでね、お酒入れちゃいます。大さじ半分ぐらい。はい、油、サラダ油がいいかな、をね、大さじ1杯入れてありますよ。で、火をつけてちょっと温まるまでね、待ちましょうか。さっきのこれをね、このまま入れちゃうだけです。はい、あ、こんな感じ、シュワーっていうぐらいね。あんまりね、から焼きしすぎちゃうとフライパンもちろん炒めちゃうし、すぐ焦げちゃうんでね、まあこれぐらいでやった方がいいよね。はい、じゃあひたすらかき混ぜます。はい、こんな感じ。もうね、ポロポロのチャーハンでしょ。よくね、こんなしてやってるけど、これね、フライパンの温度が下がるばっかりなので、あんまり煽らない方がいいです。家庭の、火力の弱いそのガスレンジではね、乗せたままこうやってひたすらかき混ぜる、もうこれだけでね、十分パラパラになりますからね。はい、じゃあ仕上げにごま油ちょっと入れようかな。はい、じゃあごま油入れたらもうすぐ火止めてくださいね。はい、じゃあね、今日はこんな感じで盛り付けもね、きれいにやりましょうか。もちろんこのままね、お皿に盛ったっていいんですよ。はい、じゃあね、熱いなこれちょっと予想以上に熱かったですね。はい、これをよいしょ。あれ、うまくいったかな。あ、できてる。チャーハンといえば紅生姜だよね。紅生姜大好きなんで、ちょっと多めに入れちゃおう。超簡単パラパラチャーハン完成です。はい、じゃあね、早速食べてみようと思いますが、その前に今日も一日
お疲れ様でした。乾杯。くー、最高。もうね、すごいのよこのパラパラ。わかるかなこれ。わかる？いただきます。めっちゃ向こううめえ。これはいいや。美味しいものを食べてる時って本当に幸せですよね。美味しかったこれ。あのもちろんね、あの今日は卵だけでやったんですけど、もちろんこの好きな具材をね入れていけばいいわけです。あの例えばチャーシューとかね、あとはメンマなんかもよく合います。ネギもいいですよね。ただあの水っぽいものを入れるときはね、よくあの絞るとかね、水気を切ってから入れないと、せっかくパラパラのやつがねちょっとべちゃっとしちゃいますんでね。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできたら嬉しいです。料理は愛だ。またね。